に感謝します。今、ここのクワイアの中にもたくさんこのゴスペルクワイアのディレクター、今元気のいい永田優子ちゃんもそうですけどね、神戸で今ゴスペルクワイアのディレクターとしてこう指揮をしてリードをしているしですね、で今回はこの中にもたくさんそういう方たちが訪れています。本当に日本ではもう数えきれないぐらい の、 あのゴスペルクワイアがあってですね、クリスチャンが集まっているではないんですね。クリスチャンでない人たちがそこに訪れるんです。今でも本当にそういった形で神様が不思議な方法でこの音楽を通して神様の御業を愛を知らせてくださっていることを心から感謝しています。このゴスペルミニストリーによってまた新しく教会の音楽も変わりつつあるのかなというふうに思っています。本当にいいですね。ゴスペルっていうその、黒人たちのアフリカアメリカの人たちのですね、やはり、その解放、奴隷解放から始まったその歴史を見ても、日本にこういった音楽が、訪れる、やってくるのはやっぱり神様の素晴らしい、訪れじゃないかなと思います。始まったのが教会じゃないっていうんですね。始まったのがやはりその、音楽学校とか、あるいはそういった外のところから実はこの音楽が始まって、もう今や教会の中ですごくそれが、用いられているというそういった形なんですね。で今私たちはこのブラックゴスペルから発展していって、また日本語のゴスペルを作っていったり、私たちが本当に神にあって創造されたものであるということ、そしてまた、この恵みを多くの人たちに分かち合いたいという気持ちを持って新しい日本のゴスペルが生まれています。次の曲は愛する君へという曲です。この神様のメッセージ、私の目にあなたは高価で取った、尊い、私はあなたを愛している、You are so special. あなたは本当に大切な私の子供です。この歌です。聴いてください。とても愛されてるという
ありがとうございます。そしてこういう機会を与えてくださった神様に感謝します。